前藤本の格論。動画をご覧の皆さん、こんにちは。文章アドバイザーの藤本健一です。本日はですね、文章の書き方の、テクニック、ポイントについてお届けしていきます。今日のポイントこちらです。文章は内容よりも形式というテーマでお届けしてまいります。今日何かというとですね、例えば急に原稿の依頼を受けることってありますよね。例えば何とかについて文章を書いてくださいとか、あるいはですね、ちょっと次の4月号で、はい、人事紹介とかやるので、何か一言新任の役員の人から挨拶を書いてほしいとか、あるいは近況報告を何か皆さん一言ずつ寄せ書き的に書いてくださいとか、そういったことってあったりします。それが例えばクラス会でもそうですし、PTA の集まりでもそうですし、あるいは会社の中の集まり、あるいは、各種団体の中とか、そういったところでも急に文章を書くことってありますよね。で、そういう時ですね、何が大事かというと、一番大事な形式です。形式の中でも特に大事なのが、字数制限ですね。字数制限。実はですね、文章を依頼された時に大事なのは、内容をどう書くかよりむしろ、字数制限守るかどうかってすごく大事になってきます。例えばですね、自己紹介文を皆様一言ずつお願いします。っていう場合、まあ、一言っていうと人によって全然違うわけですよねと。だから一言書いてくださいっていうよりも、一番200字ぐらいで書いてくださいと。例えば200字で書いてくださいと言われた場合、大体の人は200字ぐらいで書くわけですよねと。でも、この中でですね、はい、20文字、そう、一言だけ、あ、藤本健一です、よろしくお願いします、ぐらいしか書かなかったり、あるいは逆にですね、500字、2倍以上書いてくるとどうなるか。はい。まあ、何かというとですね、書類にした時に、一人の人だけ異常に量が多かったり、一人の人だけ異常に量が少なかったりするわけですね。で、そういうのを見ると、あ、なんかちぐはぐな印象になっちゃうなってことってないでしょうか。私は結構そういうふうな書類を見たことがあります。まあ、何かというと、会に出てくる人たちのですね、自己紹介文を見る場合に、まあ、大体200字前後って言われてるのに、一人だけ2倍ぐらい書いてたり、あるいは逆に一言しか書いてなかったりする場合、まあ、めっちゃ目立つと。まあ、目立つんですけど、なんかすごくですね、あんまり良くない目立ち方だなというふうに思うんですよね。まあ、何かというと、要は200字程度でってみんな言われてるにもかかわらず、言われたことができない人ってことになっちゃうわけなんで、まあ、ここで目立つのってあんまり良くないなっていうふうに思います。それにですね、この字数制限守るのって編集する人にとってすごく大事なんですよねと。何かというと、例えば200字前後でって言われていて、例えば20文字しか書いてこない人に、すいません、もっと書いてくださいってなかなか言いにくいですよね。あるいは500文字書いてくれた人に、ちょっとこれ200文字にするには多すぎるんで減らしてくださいってなかなか言いにくいと。だからですね、編集の人一生懸命考えて、例えば文字サイズを小さくしたり、文字サイズを大きくしたり、あるいは他の人のとこ削ったりして調整をしたりすると。あるいは配置を変えたりしなきゃいけないと。それってやっぱ迷惑なんですよね。だからですね、文章を依頼された場合、まず大事なのって、締め切り守る。これも当然大事なんですけども、一番大事なのはこの字数制限を守ることですね。これ例えば雑誌のライターさんとか、あるいは作家の方、またですね、雑誌の依頼を受ける場合って、本当この字数制限が大事なんですね。例えば、記事3枚、雑誌3ページで終わらせて、文字数としたら2500字を考えていますって言われた場合、大体それぐらいで終わらせないと雑誌の人は困るんですよね。で、同じように例えば原稿依頼をされた側が字数を守らない場合って、本当に後々困ってきちゃうと。だから書き直しとか削るとかっていうのはなかなか大変になってくるので、初めから字数制限だけ守ってあげましょうと。で、究極言うとですね、内容どうでもいいんですよね。内容どうでもよくて。というか、例えば自己紹介文とかの場合って、内容よりむしろ出すことが多分求められていますと。で、出した時の字数があまりにも多かったり少なかったりすると、どっちにしろ周りに迷惑をかけちゃうと。だから大事な字数制限を守ることが大事だということですと。で、字数制限の目安。これ私自身の考えなんですけれども、はい。目安としたら、プラスマイナス1割ぐらいですね。例えば200文字程度と言われたら、はい。1割なので、180から220文字ぐらいに収まればいいわけですよねと。で、これが200字以下って言われた場合は、180から200文字までで超えちゃダメってことになってくるわけです。だから大体プラスマイナス1割ぐらいができたらいいなと。まあ一番いいのはジャストですよね。200文字だったら198文字とか、200文字とか、そういった形に収まるといいなというふうに思いますと。で、これを狙う場合、ですね。私がこういう依頼を受けた場合は、例えば原稿を書きますと。で、原稿を書くと大体字数がオーバーするので、そこから削って言い回しを考えて、本当に大事なことは何かを考えて、なるべくぴったりになるようにしていますと。なんでそれをやるかというと、多めに書いて削っていくとですね、
まあ、情報の整理ができるわけですね。だから本当に自分が伝えたいことは一体何かができると。まあ、逆に少ない文字から増やすのって結構大変なんですが、多いものから減らすのはやりやすいと。だから、まあ、多めに書いて削っていく、あるいは言い換えをしていくという形で、プラスマイナス1割に収まるようにしていくのが、こういう原稿依頼の時に大事なことですと。どうせですね、プロの作家でもない人にですね、名文なんか誰も期待してないんですよねと。むしろ、字数制限を守ること。これは本当に大事になってきます。で、結構ですね、字数制限割と多くの人は無視しがちなんです。だからこそ字数制限にプラスマイナス1割ぐらいで書いてくる人って、やっぱりちょっと、毎回期限通り出してきて、なおかつ字数制限、ちゃんと収まる形で書いてくれてる人って評価が上がっていきます。だからそういう風になってくると自分の株も上がっていくし、あるいはこの人仕事ができるなっていう風に思ってもらえるんですよね。だからこそ大事なのは、いい文章なんか書かなくてもいいから字数制限を守る、そして締め切りを守る、これをぜひやっていくだけで、誰からも好かれる文章が書けるようになってくるということになってくるわけですね。例えばですね、作家さんでもですね、あまりにも原稿を書くの遅すぎる人ってあんま依頼が集まらなくなってくるんですよね。やっぱり売れっ子の人っていうのは期限を守るし、ちゃんと字数制限も守ると。で、なおかつ、まあ内容も伴っているっていうのがベストですが、内容伴ってなっても形式さえ守ってくれたら、とりあえず雑誌は出せるんで、はい、字数制限と締め切りを守る人、それはやっぱりまず第一に。すごく重視されるところでございます。だから会の集まりとかもそうですね。会の集まり、会報誌、広報誌、そういったところを出すときにも、字数制限と締め切り、それを守ることをまず大事にしていきましょう。形式を守っていたら、あとは強化されていくというところにもなってきますと。だからですね、文章頼まれた場合は、死ぬ気で字数を守る。そして死ぬ気で締め切りを守る。これをやっていくことをお勧めしております。こういった形の情報発信をですね、毎日やっておりますので、もっと見たいという方は、いいねボタンやチャンネル登録ボタン、また概要欄からですね、メルマガ登録もできますので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして、大変にありがとうございました。